マークサッこれ、カー筒井さバーん、グのもう一つだけ、もう一つだどうけ、ぞ。これ、ハードウェアがやっぱり割とキーかなっていうふうに思ってですね、昨日かな、今日か、TikTok、バイトダンス、親会社のバイトダンスが、ハードウェアの会社、ピコーっていう会社を買収したっていうニュースなんかも見ましたけど、やっぱありりましこうたハードウね。ェアも結構キーになってくるんですかね。そうですね。VR、AR をどこまでそのメタバースの一部にするかによるのかもしれませんね。エピックゲームとか全く VR やってないんで、ロブロックスもやってないですし、Facebook の、マーク・ザッカーバーグはやっぱ VR、AR がすごくそのメタバースの重要な位置を占めるっていう彼は自分でも言っていて、でなんで、VR だけじゃなくて、もちろん今、AR のそのグラスも作ってることも発表済みですし、マーケットの噂ではそれが来年、再来年出てくるだろうというふうに言われてはいます。なんで、確かにその難しいですけど、その個人として、なのかな、そういった体験をし、イマーシブな、その自分の中にその没入感を持った体験をするんであれば、確かにハードウェアは重要かもしれません。そうですで、ね。それどうを、いう形になるか分かりませんからね。メガネもあれそうですば、ね。コンタクトレンズもあれば、コンいタろクんトなレンものズが出も。てくると思うので。そうですね。